さあ身長差はご覧のように14cm。楽しみですね。いや本当に楽しみです。本当にどんな試合になるかね、本当楽しみですね。兵庫県姫路市出身第4代 K-1 ワールドグランプリスーパーライト級チャンピオンデモリションマンアップルーキー。今夜伝説を破壊します。デモリションマン K-1 スーパーライト級チャンピオンアンポ・ルキアです。166cm 68.05号機、72戦、62勝8敗、岩手フィリピン出身、ボクシング8階級セイバーマニまさか日本で見られるなんて、ボクシング界のレジェンド、マニー・パッキャオ。この試合はライジンスタンディングバウト特別ルールで行われます。3分3ラウンド、攻撃はパンチのみが可能です。もしキックを出した場合には罰金という規定も設けられています。さあくるみさん、はい、パッキャオですよ。とうとう来ましたね。いや楽しみです。本当にで鈴木千尋無念ではありますが、怪我によってアンポルキアが名乗りを上げるという状況。あこのシャドウを見ても迫力ありますね。ゾッとしますね。あれだけで。いや今日は WBC 世界フライ級元チャンピオンの内藤大輔さんにもねお越しいただいてますので、そのあたりのボクシングテクニック、本物らしさというところを解説していただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ3分3ラウンドの夢舞台。さあ画面左がマニー・パッキャオ、世界8階級制覇。一方背中デモリションマン、 K-1 のワールドグランプリスーパーライト級チャンピオンのアンポルキア。しかし今日は蹴りを繰り出すことはできません。ボクシングマッチです。右のジャブ、サウスポースタイル構えているのがマニー・パッキャオ。潜り込んでの突き上げるような右ジャブです。右ストレート、アンポが先に顔面を捉える。そうですね、今の見事でしたよ。4万場内も今わっと沸きました。頭を下げてボディ、この辺りがリーチ13センチ差ということなんですが、今アンポのが先に当てましたね。そうそうそう、オッケー。ちょっと様子伺っている感じですね。あのパッキャオは左から右、伸びるパンチを打ってきました。アンポ選手はやっぱり先に攻めた方がいいと思います。そういうことになりますか。はい、中尾武幸師匠の元ボクシングテクニックを磨いてきました専属トレーナー、そのアンポルキア、世界のレジェンド、8階級制覇の王者にそのテクニックが通じるかどうか。本人は自分の力を信じて疑いません。自分を信じ、師匠を信じ。まだ様子がかってますね、パッキャオは。おー、後ろキック、アンポの右。さあ、さあ距離が縮まってきました。左のジャブ、右ストレート、アンポ。マニーパッキャオはガードを固める、潜っていって左をスッと伸ばしていったマニーパッキャオ。ボディ、ナイスボディ、頭を下げてのボディ、マニーパッキャオです。右のジャブ、頭を揺らします。距離を詰めてアンプルキア、左のジャブ。残り時間1分、やっぱりこうやって見ても身長差は感じますね。14センチの身長差、180センチのアンプルキア、166センチのマニーパッキャオ。ただ体はしっかりと仕上げてきました。さすがに今年の秋に世界タイトル挑戦、左の服を大きく振っていたのはアンポです。第1ラウンド様子見という内藤さんの話もありました、ね、なかなかアンポ選手も攻めれないですよね。圧を感じてるんでしょうね。やっぱりこれが圧力なんですね、チャンピオンの、はいはい、残りは30秒です。3ラウンド、右をスーッと伸ばしていった、ワンツー、今度はアンポ、左のジャブ、もう一度左のボディ。さあこれでちょっと足がね、足がおおボディです。さあ残り時間が少なくなってきた第1ラウンド、パッキャオが出てくる、左のパー、左のフックを合わせた、右ストレート、乗りますね。アンポルキアも出ていく、左のジャブ、バックステップ、そしてインステップできた、マニーパッキャオ。第1ラウンドあっという間、3分間
思わず内藤大輔さんは拍手を送りました。さあ第1ラウンドの印象内藤さん聞かせてください。あの安保選手あのいい動きしてましたし、はい、まあ振り分けるなら僕は安保選手ですね。そうですか。はい、パッキャオ選手本当このラウンド完全に様子見ましたね。この右ストレートくるみさん、はい、安保やっぱり自信たっぷりでしたけどもしっかりと練習してきたの見えましたね。見えましたね、まあ、だからどれぐらいこう見せ場を作れるかっていうのだと思ってたら本気でやっぱね安保関は勝ちに来てるんで今回相手は伝説受けるレジェンドですが臆せずにいっているアンプルキア鈴木千尋の分まで背負っているこのアンプルキア第1ラウンドは非常にいい動きを攻撃を見せました。さああと6分間次は第2ラウンドの3分間です。でもパッキャオ選手がどんなテンションになるのかですよね。ああこれはやる気十分アンプの目をずっと見据えてさあ第2ラウンドさすがに出てくると思いますよ。このラウンドからは右のジャブ2つパッキャオはさあパッキャオ相手のパンチに合わせてきた右のフック左のジャブは安保おいいねいいフェイントパッキャオのパンチでもうあの安保ちょっと鼻血が出ましたね。ワンツーそうですね右ストレートそれに合わせたマリーパッキャオさあ前にのしのしと出ていく左のフック近い距離ですガードを固めて潜り込んで来ようという間にパッキャオか左のジャブから右のボディ左右のフックアンプルキア右のジャブ2発から左アッパーマリーパッキャオです。11月あたりには世界タイトル挑戦という青写真も描いていますマリーパッキャオその中での3分3ラウンド戦うこの体を作ってきました。右のジャブ左の服を引っ掛けたアンプルキアワンツー右のストレートがやはり伸びます。リーチさんも13センチ、うんね、やっぱりやりにくさは感じてますねパッキャオは。パッキャオの方も感じているということですか。はい6階級右パッキャオ相手のパンチをかいくぐっての右のフック左のパーおーいいやっぱパッキャオボディ狙ってましたねパッキャオ。あでもしかしアンプを前に出るガードを固めた近い距離になっています。左のフック。パッキャオどうかな。そして今のところはいい動きとは思えないな。あそうですか、はい。左のボディ、アンポ、左のフック。少しにやりと笑いました。マニーパッキャオ。右を伸ばしていく。身長差リーチさちょっと苦しんでいるかもしれません。やりにくさが出ているという内藤大輔さんのコメントもありました。ちょっともうちょっと手欲しいですね、はい、パッキャオは。左のフェイントです。安保左のジャブワンツースリーといった安保選手ももうちょっと行ってもいいかもしれないですね。あそうですか。手出してこないのでパッキャオ選手は肩のあたりに汗が光り始めました。マニーパッキャオ飛び込んでいく左右のフック左マニーパッキャオ残り30秒第2ラウンドももう残り30秒左のフックワンツーアンポこの左も当たります。今度はマニーパッキャオの左重いパンチを持っていますマニーパッキャオ。あ時間がない。本当ですね意外と出ないな。さあこのラウンドもあと残り10秒間合いを詰めるマニーパッキャオ世界8階級制覇。アンポルキアがでもここまではよくやっているという評価ですか。そうですね、そうですね。でも大手上にあのパッキャオかいくぐってのパンチを繰り出してきています。やや浅かった。伝説のチャンピオンのさあ伝説を破壊するかアンポルキアマニーパッキャオ埼玉スーパーアリーナ日本での最後の3分間最後ぐらいあのパッキャオ選手は出てほしいですね。左のジャブから前を詰めていくのはアンポ左のフック右のジャブです。こうパッキャオは低い位置から高い位置にあるあの顔を、ね、狙っていかなきゃいけないのでちょっと出し方難しい。左のフック返しそこでもう一回欲しいんだよな。
畳みかけるというところですね。左のフック、アンポの左、アンポを詰める、タッカーを詰める、おいい打ち合いだ、笑顔の楽しそうに、楽しそうにアンポルキア、ここもチャンピオンをロープに背負わせ、ダメッカ右に背負い、ダメッカ右のトラット、アンポが前に出る、場内騒然、スーパーアリーナが今日一番の盛り上がり、左から右、パッキャオが少しこう大きく息を吐くようなシーンもありました。呼吸を整える、ガードを固める、伝説のチャンピオン、アンポが追い詰めている、ラストラウンドですからね、もうちょっとお互い手出してほしいな、はい、アンポ選手もチャンスなんですよ、右カウンターで右、しかしあエルボーじゃないかというふうに今アピールしています、まあまあ、まあ、偶然です、ね、さあ残りは1分半、すでに切っている、左、おお、右ストレート、左ックわずかにかすめた、アンポルキア右、左のジャブから時間ないから右ストレート、左ロック、ジャンプ来た、ジャンプがグラッと来た、右ストレート、バランスを崩している、左ロック、アンポルキアが勝つかもしれない、いけるかもしれない、残りは1分、いやー、くるみさん、これは本当にあるかもしれないですね、いやちょっと右ストレート、ね、さあ追い詰められたかチャンピオン、しかしここで倒れるわけにはいきません、伝説のチャンピオンマリー・パッキャオに対して右のストレート、アンポ左のフック、これはフェイント、残りは30秒だ、さあパンチをまとめることができるか、右ストレート、アンポマリー・パッキャオの左のアッパー、左のフック、アンポ、マリー・パッキャオがちょっとグラッときた、グラッときた、効いている、効いている、グラッときましたよ今、左のフック、アッパー入った、アッパーが入りました、そしてボディ、左のフック合わせる、ワンツーでアンポのボディだ、最後フック、右ストレート、いけ、残り10秒ある、残り10秒ある、ボギーじゃない、手が出ない、マニーパッキャオもちょっと疲れたか、疲れましたね、アンポが最後飛び込んでいったところでゴングです、素晴らしい戦いです、アンポルキアがマニーパッキャオ世界8回戦制覇の王者を追い込む。